んこんにちは。私たちが通う愛媛県立今治北高等学校大三島分校はサイクリングで有名なしまなみ海道沿線にあり、本州からもアクセスしやすいところにあります。創立70年以上の歴史があり、現在一学年一クラス、全校生徒数は90名程度の小規模校です。約4割の生徒が大三島島内、6割が島外出身です。それでは分校生に大三島分校の良いところを伝えてもらいましょう。島でわかる。大三島分校は小規模校ならではの習熟度別授業や2人体制でわかりやすく丁寧に教えてくださいます。島でできる。2年生からは2つのコースに分かれて授業が行われます。1型では就業系の簿記や情報処理の検定が受けられます。2型では大学進学に向けてより少人数のきめ細やかな授業が行われます。島で自然いっぱい。分校生が楽しみにしている行事が学校すぐ裏にある美しい海でのマリンスポーツです。ボート大会や大三島の名所を歩いて回る校大会などの学校行事もあります。島でお腹いっぱいいただきます。いただきます。大三島分校のお昼ご飯は給食です。温かい食事をクラスメートと食べられます。島で地域活性。大三島分校では様々な地域活性化活動を行っています。過去には日本遺産村上海賊の調査研究を行ってきました。また大三島を紹介するパンフレット、私たちの大三島やアイターンで仕事をしている人を紹介する大三島お仕事図鑑も作成しました。令和4年度は県の無形文化財に指定されている大御神楽について調査研究を行いました。今年度も引き続き行っていきます。島で寄宿生活。現在22名の生徒が親元を離れてルームシェアのような共同生活を送っています。朝食夕食は地域の方や飲食店の協力により美味しい食事を提供してくださいます。島で自分を磨く。次に部活動の紹介をします。大三島分校にはご覧の9つの部活動があります。中でもボート部や写真部は全国大会に出場するなどの活躍をしています。島で未来を開く。大三島分校は大三島でしかできない様々な体験を通して自分の可能性を広げることができます。きっと楽しい3年間が待っていますよ。